いただきます。どうもパンケーキと申します。今回はなんかまた真っ暗だなこれ怖いらしい、怖いらしい、マップ、ホラーマップを視聴者の男の子と一緒にやっていこうと思います何の動きだ、何の動きだそれは。では登場してもらいましょう。はい、いいよ。はい、喋ってもいいよ。入る、入る、もう入る。 OK、 じゃあ行こっか。はい。あーもう暗だ。いやー怖いな。なんかね、追いかけられるやつらしい。あ、なんか書いてるわ。追いかけ、鬼ばっかり。の、わかんないけど、なんか追いかけてくるらしい。スタートするよ。もうちょっと恥ずかしいところ見せれんからな。いや。え、怖っ。どこ？いる？いる。ちょこに、あ、いるね。ちょこにくんいたわ。暗っ！暗すぎないか、これは。いや、来ましたよ、こっち。あ、ほんとだ。なんか開いてる。僕が先導されている。いやそんな、よくそんなぐいぐい進んでいけるね。いやゲームなのでゲームなので僕はめっちゃビビりまくってるよ。よくそんないけるね。あ、なんかある、なんかあるね。トーチ、あ、素材がないといけないんだ。フラッシュピストル、これ持っていい僕。あ、これでちょっと明かりがつくみたいな。え、怖っ。え、何？うわ、なんか本当にさ、これ構えたらめちゃくちゃ、そういうゲームみたいなんだけど。先に行ってくれ、先に行ってくれ子供に先に行かせる。ひどいですね。いや。もうちょっと恥ずかしいところ見せれんからな。あ、ここなんかあります、ね。うわ、なんか、動物の毛皮みたいなのがあって、何これ。非常用電池。これなんか撃てるのかな？棚の奥から風の音がするだって。あ、なんか出口、え？あ、なんか音するね、ほんとだ。家の音する。うん。え？ 11 月23日。11月23日。地下室、さっきのあそこじゃないですか。あ、さっきのあそこ、バスルームに行ってからなくした気がするんだが、見つからない。なくしたのが悪い。よくそんなグイグイいけるね。なんか僕が、なんか、みっともない感じじゃないか。こっちかな？こっち、相変わらず暗いね。あ、檻だったんだ。僕マジで全く見えなかった、暗くて。おい、鍵。なんかあった？いや、あ、なんだよ。暗いね。あー、魚じゃない、鳥が死んでる。鳥の死体。あ、電力を上げるってあるよ。絶対なんかあるやん。ね！非常用電池を使った、電力が上がった気がした。あれじゃないですか、あの。さっきの拾ったやつか。そう、え、怖っ。マジでめちゃくちゃ怖いんだけど。でも、僕は男らしく前に行こうか。頼みます。ここがさ、うん。暗すぎる。何もないこのロックがずっと解除されないんだよな。そう、なんかビヨンっていう音がここでずっと鳴るんだよ。あれ、電力の、あ、拾ったんです。舌出てんのかわいい。あれ、なんかいた。え、こっちや。はい、開きました。ほんとだ。いや、絶対空中に扉あります。ね、設計ミスりすぎだろ。視界がマジで定まらない。
あ、これタンスってことかな。開けましたわ。よくそんな、よくそんなグイグイいけるね。どうするこれ。え？あ。うわあ、なんか聞こえる。え？え、聞こえなかった今。トイレがある。え、なんでそんな冷静なの？手を入れるってやるんだけど。来たな。いや、入れるよ。怖いな。鍵を入手。あ、鍵だって、さっきのロックのどうかな。え、これ、なんか、さ、絶対なんかめくったらなんかやるやつじゃない？なんか下から見える、下に見えるもん、なんか。あ、これ浴槽かな？行く？見る？ああ。何もないですね。何もないんかい。僕、構えながらじゃないとさ、ライトがさ、あれだから、構えられないから、そう、動きが遅いんだよね。だから、強制的にこの速度で動かなきゃいけなくなる。ああ、ゆっくりでいいじゃん。そう。ロック。あ、解除されてた。え、絶対なんか。もう怖いよいや、行くわ。はい。どうぞ。あ、あ、木材ある。あ、これ取ったらなんかあるやつじゃない？逃げとこう。お、何これ。棒切りを入手。このマシンは一体なんだ？なんか処刑道具みたいな感じ？さっきの、あの、ロケラの玉みたいなやつと、あ、鉄がまだなのか。そうだね。あ、これあれだ。これあの、木を、木こるやつ。切る。切るやつだ。え、でもこっから行けるとこもうなくない？あ、なんかある！ 2 階のシェルター上げるってある。これだ！え？これ。ここの上にそれ押したら上げた、いけた、スイッチない、あ、いけた、え、なんか落とした、開いたっぽいな、上絶対ロボットしてくる、いやあ、びっくりしたマネキンが倒れてきてる、マネキンどこだよ、あ、鉄ありましたよ、あ、いたわ、マネキン、え、嘘、あっち切れかけのライター、オッケーオッケーオッケー、そしたらこれでもう怖いな、戻るのもなんか戻り方もわからなくなってきた、え、怖っ、これ取るの、取るけど、あ、いいねああ、これはこれちょっと見づらいんだが、成果パレードこれ二人で分けたらいいんじゃない、え、分けれるんですか、ほら、あ、お、びっくりした、あ、これピストルなんか、ピストルだね、で、このトーチを持って上に行くのかな、聖火ランナー、聖火ランナー入場、あ、ミスっちゃった、うわ、びっくりした、え、開けれない、あ、あれ、それをさ、あの、木材のところに入れるんじゃないですか、違う、木材のところに入れる、え、これトーチで燃やすって書いてますけど、なんもないですか、トーチで燃やすって書いてる、うん、なんかここキッチンの、そんな表示そこで出てこないんだけど、ここトーチで燃やすって出ますよ、出てこない、僕、え、じゃあちょっと貸してください、オッケー、え、なんかピストルで持たないとちょっと出ませんよ、え、出ますよね、ピストル持っても僕出ないんだけど、え、さトーチで燃やし方は？あ、あ、あ、燃えた！おー！うわ、なに？あー、やっとなんか、久々にそのホラー展開。なくなった。トーチなくなるの？これ。あ、燃えてる。だ、これ、よかった。これ怖くない？ロボットありますよ、ロボット。ほんとだ。
もうロボットネタバレしちゃってる。これ絶対まっすぐ進んだらドーン爆発って感じでしょ。え、もう行くね先に。はい。静かなんで怖い。あのドア怖いよ。行くね。はい。行く。ここも、だってロボットいるもん。見えてんだもん。見えてる恐怖。地図に見えてる。え、どこ上下。これ絶対ね、あの中に入ったらドーンだよ。よし。行くんだ。よし。ちょっと。行くの?え?何を、あ、なんか。目。え?うわぁ。うわぁ!うわぁ!一回、出ないライブ。はい。ロボットギミック終了。びっくりした。いや。もう分かってたけど、怖いわ。いつ来るのかっていうので、もう心臓めっちゃ縮まってた。あ、なんか。あ。スイッチ押せる。スイッチ押せるよ、これ。スイッチ押していい?はい。あ、なんか壊れた。え、キーだって。シャッターが消える音でしたね。ここが開いてなんか、キー。え、ここなんかある?なんもないじゃん、別に。なんもない。また鍵ですか?いや、キーって書いてんだけど、別に拾えたりするわけじゃない。あー、ちょっと。鍵を刺すってありますよ、この。ほんとだ。外す。あ、ここでも外す。外すってある。何?こっち刺すって書いてます。鍵を刺す。あ、あそこでもう鍵取ったってことになるのかな?え、僕鍵持ってませんよ。僕多分、それ取ったってことなんだろうな。これ外せないんだけど。あ、僕。え、外すって表示出てるけど。そう。外すって表示出てるけど、押しても、取れない。なんか、それ、外すための道具がないとダメなんだ。え、じゃあ、とりあえず、ここ、開けてみる?ここ開けてみる?え、どこですか?はい。え?開けてましたか?鍵させないじゃん。え?え?鍵どこだよ?させない。なんか表示が出たらな。ね。でも絶対、お、なんか出たぞ今。え?なんかある。なんか一瞬出た今。あ、あ、これだ!見て。この写真さ、さっきのキーってところにあった写真と一緒だ。この下に表示出た今。そこ。でも、あ、押せない。一瞬だけ表示出る。手に取る。あ、工具箱の鍵手に入れて。よーし。あ、やく。鍵を刺した工具を手に入れた。あー、オッケー!これで、そこのネジ開けれるんじゃない?いや、僕頭外してる。めちゃめちゃじゃない?多分、緑が開いたんじゃない?赤を。あれ?どっちかな?あ、いけた。開いた。よし、行こう。え、なにこれ?足行こう。え、なんかいる!なんかいて、なんか石像みたいなのがいる。いやー、これ登るしかないよ、上に。怖っ。うわ。あ、ちょっと登れないんだけど、下手くそ。うわ、趣味悪いな、これ。テルマエロマエじゃん。中国のあれみたい。なんか社会の授業で習うやつね。そうですよね。あ、なんか開いてるじゃん。え?そこ。ほら、ここ穴開いた。おう。新しいところ。向こう扉ありますよ。ね、扉あるのと、これブレーク。扉開けれ。開けません。え、開くってことあったっけ?え?どこ開いた?
今の何？え、これ飾り？飾りなのに、なんか開けちゃったんだけど、開いた音したんだけど。これ戻れんくね？ここジャンプで。あ、僕いるから。行ってください。あ、行けた。OK。うわ、右と左あれ。じゃあ、右で。OK。クラピカ理論だな。の扉は何消えろって。何え、パンケーキさん消えたんだけど。ええ、僕が消えた。パンケーキさんどこ行った。何死んだ。死んだね。え、逃げろ。チャプター2 2B コント。え、終わり。死んだ。ラジオのハッピーって書いてる。昨夜起きた一家殺人事件の容疑者が捕まりました。犯人は父親のドゥープリスキーとのことです。事件現場から3キロ離れた駐車場でラジオを流しながら車内で睡眠して、家は射殺されて、家は射殺って何？え？しかし、え？何だったの？パンケーキさん一人だ。僕一人なんだけど。え、怖い。そして、え、とりあえず第1弾が終わったってこと？ですね、これまだ作り中とかじゃないですか。え、怖すぎ。これめちゃくちゃなんかそういうゲームとしてありそうだもんな。フォートナイトじゃなくてホラーゲーム、こういうホラーゲームとしてありそうだもん。どう、今からチャプター2 2B コント。え、ま、怖。え、これで終わり。終わりだね、多分。楽しい。何がハッピーや。というわけで、今回は視聴者の男の子と一緒に、ホラーマップやってみたんですけど、もう逆になんか僕がリードされてる形になってしまうというという形になって しまっていたような気もしますが、まあ、たまにはこういうのもね、楽しいですね。僕多分これ一人だったら絶対ここまで来れなかったと思うわ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。またね。バイバイ。